オーガスタス・ケッペルは、イギリスの提督スーミツ密院議員、初代ケッペル施爵。7年戦争やアメリカ独立戦争などに参加し、後者では、海軍大臣も務めていた。オーガスタス・ケッペルは1725年4月25日に生まれた。父親は、ウィリアム3世と共に、イングランドへ渡ってきたオランダ貴族で、ホイッグ党員のウィレム・バン・ケッペルで、 オーガスタスは次男だった。彼は10歳で船に乗り、1740年のジョージ・アンソンの世界就航にセンチュリオンの乗組員として参加した時にはすでに5年の軍歴を経ていた。ケッペルは1741年11月13日のパイタでの捕獲からなんとか逃げ延び、翌年には会員見習いとなった。またこの航海の間にケッペルは、 ジョン・キャンベルと信仰を深め、解決病で歯を失いもした。この航海が完了した後ケッペルは中佐に任せられ、すぐに職人艦長へと昇進した。彼は、残りのオーストリア継承戦争期間を1748年に和平が結ばれるまで第一戦で過ごし、 1747年には50文館、メイドストンをベライル付近で座礁させてしまう失敗も犯した。これはフランス館を追跡している時に起きた事故で、ケッペルは軍法会議にかけられたが無罪となり別の任務が与えられた。1752年頃のケッペル、レノルズが1749年前半にケッペルはエッジコム教の紹介により、 画家のジョシュア・レノルズと知り合った。5月11日に大将に任せられたケッペルがバーバリ海賊対策のために地中海へ向けて出航した際、レノルズはメノルカ島までセンチュリオンに便乗しており、そこで初めてのケッペルの肖像画を描いた。アルゼに到着したケッペルが大使との交渉に向かうと、大使はイギリス国王は、 ヒゲも生えていない少年を派遣してきたと不満を漏らした。これに対してケッペルは、ヒゲを生やしていなければいけないのであれば、オスヤギを連れてくればいいと切り返した。交渉は成功し、ケッペルは1751年に帰国した。ケッペルは7年戦争の間常に軍務についていた。1755年は北アメリカ、1756年は、 フランス沿岸で活動しており、さらに1758年にはアフリカ西岸に派遣された。また1759年のキブロン湾の海戦では、彼の74門艦、東米が最初に戦闘を開始した。ケッペルはまた1757年のジョン・ビング提督の軍法会議にも参加していた。彼はビングの救命のために熱心に活動したが、 ついに判決を覆すことはできなかった。1762年にスペインがフランス側に立って参戦すると、ケッペルはジョージ・ポーコックの自席指揮官としてイギリス軍のキューバ遠征に参加した。彼は艦隊に蔓延していた熱病によって苦しんだが、2万5000ポンドの捕獲賞金を得たことで、父親の浪費が原因の急防から抜け出すことができた。 提督の軍服を着た、ケッペル、1765年、レノールズがケッペルは1762年10月に、少々になり、1765年7月から1766年11月まで、海軍本部会議の構成員を務めた。中将への昇進は1770年10月24日である。同年に、 フォークランド諸島でスペインとの紛争が発生した際には司令官として派遣される予定だったが先に合意が成立したので実際に正機を掲げることはなかった。アメリカ独立戦争が始まった1778年はケッペルの生涯で最も重要視され議論を呼んだ時期である。ケッペルは家族の縁護からも 個人的心情からも、ロッキンガム公及び、リッチモンド公に率いられたホイッグ党を熱心に支持しており、当時ジョージ3世の断固たる意思により、政権から遠ざけられていたホイッグ党の主張に、全面的な共感を覚えていた。ケッペルは1761年から1780年までは、ウィンザー選出、それ以降はサリー選出の会員議員だったが、 ホイッグ党員として国王の取り巻きたちとは常に対立関係にあった。彼は他のホイッグ党員と同様国王の取り巻きたち、とりわけ当時の海軍大臣サンドウィッチ博はどのような悪事でもやりかねないと信じていた。それゆえ1778年にフランス艦隊との決戦の準備が整った西部戦隊の指揮官に任じられて出航した時には サンドウィッチ博が彼の敗北を願っているとケッペルは考えていた。さらに不運なことに彼の指揮下の提督にはヒュー・パリサーが含まれていた。ケッペルは海軍本部の一員であり、下院議員でもあったパリサーをイギリス海軍の状態を悪化させた元凶の一人だと考えており、この見解は広く支持されていた。 1778年7月27日、ケッペルは、フランス艦隊とウェサン島の海戦を戦ったが、その結果は、非常に、不満足なものに終わる。その原因は、主として、ケッペル自身の不適切な指揮によるものだったが、パリサーが命令に従わなかったことも寄与していたため、ケッペルは、パリサーが彼を裏切って意図的に命令不服従を、したのだと信じるようになった。 ケッペルは公式の報告書ではパリザーを称賛していたが、私生活では彼を非難していた。さらに、ケッペルの友人たちの協力のもとに、ホイッグ党が非難の論人を張り始めると、海軍省側も同様の論調で反論し、ついには、双方が相手側を反逆罪で告発し合う事態となって、議会や軍法会議を巻き込むスキャンダルにまで発展した。 ケッペルは1779年2月11日に軍法会議にかけられ無罪となったが3月18日に海峡艦隊を辞した。パリサーも4月12日から始まった軍法会議で無罪となった。ウェッサン島の海戦とその後の終分はイギリス海軍の調落を示す出来事として受け止められている。フレデリック・ノースが首相を辞任するまでの間、ケッペルは 国会議員であった。彼は1755年から1761年まで、チチェスター選挙区、1761年から1780年までは、ウィンザー選挙区、1780年から1782年に、かけては、サリー選挙区から選出されていた。ノースが辞職すると、ケッペルは、海軍大臣となり、ケッペル主釈を及び、 エルデン男爵に助せられ、数密院議員にも任せられた。大臣としての彼の経歴は際立ったものではなく、結局パリ条約締結に抗議して辞職した。その後ケッペルは、フォックスノース連立に加わったことで、政治的信用をなくし、公職から引退することになった。ケッペルは、生涯未婚のまま1786年10月2日に死亡した。 エドマンドバークは彼について、生まれつきに素晴らしい才能を持っており、荒々しいプライドの塊に繊細な美徳を、継ぎはぎしたような人間だと、感傷的に評価している。ありがとうございます。